コピーをしています。キャラメルズです。お願いします。キャラメルズって可愛くないですか？ヤッチが考えました。可愛い。そう、多分知ってる人すごい少ないと思うんですけど、私も関翔に誘ってもらって初めて知ったバンドで、なんかおしゃれ系の、なんかどういうバンドって聞かれた時に答えるのは女版サチモスみたいな
そういう感じ。シティポップってやつらしい。そう、なんかなんだろう、聞いた感じ、柄のすごい柄のオープンカラーシャツ着てるやつが好きそうな曲みたいな全然なんかね、聞いてるだけでなんかおしゃれな人になったような気持ちになれる曲だからね、体揺らして聞いてもらえたらいいなって思います。はい、そう、今日はね3曲やるんですけど、チューニングが3曲とも全部違うらしくて、関所かわいそうかわいそう。ドロップ C シャープらしいですそう、次の曲がすごいラップ調な感じで始まって、いつもその頭がパッと出てこないっていうラインナップは最高イエーいきます、お願いします。ラインナップ最高、一人ぼっち同士のブレイク、ごめんなさい、あー残念、大変失礼しました。ラインナップは最高、一人ぼっち同士のブレイク、ウェイクアップ、頭叩き起こしさ、今日も始まった、泳ぎまくれ、得意の絵取りで独占の力、入れすぎたら溺れる、君の渾身の言葉に笑い転げる、誰かはするで、爪の色はブルーデイ、パパラパライシュビリブパパン、パパラパライ「つぶやき飽きたもん」
パン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 。ありがとう。昨日関翔がすごいお腹痛かったの知ってますか？なんか胃が痛くなっちゃったらしくて、ライブの途中で帰って、なんか私たち昨日の夜の11時から2時までスタレンがあったんですけどそう、なんかそれのために一回関翔は家に帰ってまた来てくれたんだけど、ずっとお腹を押さえながら来てて、なんか何があれって胃が潰れたのかな。そっか。そう、なんかでもそのね、胃が痛いってストレス性かなって思って、だからシャナ長にね、できればできるだけストレスをかけない生活をさせてあげれたらいいなって思います。あとあとすごいガリガリだから彼は今日の打ち上げとかも込みですごい太らせてあげようって思いました。そう、関翔とさ、私体重がね、私の方が重いんですけど多分ね、その辺の女子もみんな重いよ。関翔ガリガリだもん。そうね。ね。やばいよね。やばいよね。そうだからいっぱい食べて大きくなってね。では次の曲で、最後の曲です。キャラメルズでした。ありがとうございました。